カナダトロント市が、新型コロナウイルス感染拡大を懸念しすべてのイベントを禁止した。しかし、プロスポーツは除外されるため、リュヒョンジン所属のブルージェイズについて、ホームでの試合は開催されるとみられる。ジョン・トーリー・トロント市長は1日、 緊急声明を通してくる6月30日まで市が主催または許可していたイベントと集会を取りやめると明らかにした。現在、トロントでは600人を超える新型コロナウイルス感染者が確認され、死者は8人と発表された。ただし、ESPN によるとメジャーリーグ、北米へアイスホッケー、米国プロバスケットボール、 メジャーリーグサッカーなどは除外される。よって、メジャーリーグが6月に開幕した場合にもトロントブルージェイズは、ホームでの試合が、可能であると伝えられた。